はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、キャッシュポイント還元延長、aupay チャージ負荷で20%還元キャンペーンは、PayPay4 ペイペイ月20%対象店舗を紹介ということで、ちょっとですね、ごちゃごちゃしたタイトルなんですけども、今回はですね、Visa プリペイドでおなじみのキャッシュ、そしてここ最近頑張りを見せてくれてる aupay、あとは4月からの PayPay ペイペイのキャンペーンについての大きく3つに分けてお伝えをしていこうと思います。それではまずはこちらから行ってみましょう。 じゃんということで、こちらからですね、まず PayPay ペイペイから、すべてのスマホユーザーが対象、対象の飲食店で20%戻ってくるキャンペーンということで、こちら僕の動画で以前紹介をさせていただきましたが、今回ですね、こちらのキャンペーンの対象の店舗のかなり細かいところが出てたので、まあそれを含めてお伝えをします。で、このキャンペーンなんですけども、4月の1日から4月の30日までのキャンペーンとなっておりまして、 一応ですね、まあ、還元率などをおさらいなんですけども、PayPay ペイペイ残高から普通に決済する場合、普通の PayPay ペイペイユーザーに関しましては20%還元。そして、ソフトバンク、ワイモバイル、ヤフープレミアム会員の方であれば25%還元というようなキャンペーンとなっております。で、あとその、冬上限に関しましては、1回の決済で2000円相当まで、そして期間中はトータルで3000円相当までということでしたので、まあ、ご自身1人で使ってもいいですし、ご家族と食事に行かれる時とかも使ってもいいんじゃないかなと思います。 そして今回そのペーペーのキャンペーンの対象店舗なんですけどもざっとこんな感じですね、まあ、以前動画でお伝えをしてた時はあのスカイラークグループのお店だけをが出てたんですけども今日気づいたらですね結構なお店のレパートリーというんですかね、まあ、出ておりました、まあ、パパッと読んでいこうと思います九州寿司寿司トラオリジン弁当中華豆腐高楽園サーティンワンアイスクリームガストグラッチガーデンズシャブヨージョナサンバーミアンストロベリーコーンズナポリの かまグランダイナー。メンマチコーヒー。王子マチコーヒー。白焼きコーヒー店。太陽のグリル。デニーズ。デニーズダイナー。好きや中う、花屋与平。ヨヘイ は、はま寿司、ビッグボーイ、魚屋、道場、花の舞、道頓堀、日高屋、花丸、ウェンディーズ、ファーストキッチン、築地銀だこ、松屋、吉野屋という感じですね。まあ、ちょっと一部読み方間違ってたら申し訳ないんですけども、まあ、今のところまあ出てる、まあ、お店のレパートリーはこんな感じでございました。まあ、僕的にはまあこのキャンペーン中、まあ、今月のキャンペーンではまあガストをよく行ってたので、 ま、あ今回は、ま、あ吉野家であったり、松屋とか、花丸うどんあたりをちょっと利用しようかなと思います。で、あとちょっと気になるのは、左下の銀だこですね。これ、銀だこがなんととうとうキャッシュレス決済に対応するということでしたので、もともとなんかどこかのそのモールとかに関しては対応してたらしいんですけども、なんかもともと元気のイメージだったんですが、これがね、ほんと PayPay 決済ができる。プラス、今回のキャンペーンに乗ってくれるということですので、まあ、僕は築地銀だこでちょっと使おうかなと思います。あ、もしですね、銀だこ行かれる際は楽天ポイントも貯まりますので、 ペイペイ決済と合わせて使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。そしてペイペイなんですけども、4月からはこんな風に動きもちょっとあります。まあ以前ですね、動画でもお伝えさせていただいたんですが、まあ還元率が変わるということで、まず上の部分ですね、このペイペイステップですね、これあの、0.5%から1.5%戻ってくるということで、まあ1ヶ月に50回以上決済して、確か100円、1回が100円以上なんですけども、50回以上決済して、なおかつ、トータルで10万円分を買い物したら1.5%まで 引きき上げるるこことととががででいうことなんですがまあね、この条件をクリアされる方が出てくるかどうかっていうのはちょっと僕は気になるところではあるんですけども、まあ、ヤフーショッピングとか、ペイペイフリマとか、まあそういったヤフー関連のサービス使われてる方であれば、クリアする方もいるかもしれないんですが、まあ視聴者さんの中ではどんな感じですかね <laughs>。そしてあと下の部分ですね、まあ地下戸ペイペイの第3弾ということで、これも動画で紹介させていただいたんですけども、合計10%戻ってくるキャンペーンということで、まあちょっとね、ペイペイチャンスなくなるんですけども、 まあまあマチカドペイペイも延長されるということでまあ、これも含めて先ほどの20%還元とそしてこのペイペイステップあとはマチカドペイペイこの3つもねあの4月からも楽しめるんじゃないかなと思いますそれでは次ですねじゃんということで皆さん使われてますかね AU ペ毎誰でも毎週10億円もらえるキャンペーンということで 今ですね本当に毎週毎週月曜日から始まっていつまで続くのかなというような、まあ、ワクワクドキドキするようなキャンペーンがね今絶賛開催されているんですけども、まあ、いつもでしたら まあ、その日の17時までに還元のキャンペーンが終わるか、その週のキャンペーン終わるかどうかっていう通知が来るんですけども、今回はそのお知らせというのがなかったんですよね。なので、まあ、これは勝手に延長決定かなっていうふうに僕は今認識はしてるんですけども、まあ、それもちょっとお知らせが来なかった理由が一つありまして、まあ、ちょっとこちらの画面見ていただきたいんですけども、いつもバーコードを見せるところなんですが、a u p イ y のここの部分見ていただくと、情報取得できませんでしたら時間をおいて再度お試しください。 という風に出ておりましてまあ、今現在ですね僕今,今日のあの朝は決済できたんですがちょっと決済できないというような状況が今続いてるんですよねそれがですねちょっと au Pay の公式ページに出ておりましてまあ、ちょっとこのままパパッと読みたいと思うんですけども続報障害情報 au Pay au オレットプリペイドカードご利用中の方へということで2020年の3月18日更新ということなんですがこのようなお知らせで出ておりまして本日発生しております障害において引き続き復旧に向けた対処を進めておりますが12時50分頃 り社システムにおいて不安定な状態が発生しており13時39分より auPay の機能を停止させていただいておりますなお a u w レットプリペイドカードでの決済もご利用しづらい状況となっておりますということですのでまあ実際に今は auPay での決済ができずなおかつ a u オーレットプリペイドカードをちょっと使いづらいというようなことが続いているという感じなんですよね。で、あとちょっと下の方も読まさせていただくと、aupe, <laughs> au ォ AU レットプリペイドカードでのチャージ、入金ができない事象も継続して発生しております。また、チャージ操作後の残高範囲が遅延する事象も 対象チャージ方法は au 自分銀行、ウォレットポイント、セブン銀行 ATM、ローソン、au ショップ、au 簡単決済、クレジットカードでのチャージとなります。現在復旧に詰めておりますので、今しばらくお待ちいただきますようお願いします。ということでございました。なので、まあ、特に今はですね、この、ちょっと障害、通信障害というんですかね、まあ、これが今出てるような、使いづらいような状況が続いていることによって、まあ、自動的に20%還元のキャンペーンが、まあ、そのまま多分引き継がれるのかなと思います。 まあ、これに関してはね、また日付が変わって使えるかどうか復旧して、またこれが20%が続けばね、使えるのかなと思うので、正直ここはちょっと明確なところではちょっとわかりづらいなと思うんですけども、早くね、ほんと AUP 使える状態に戻ってほしいなと思います。それでは最後こちらですね。じゃんということで、まあ、先ほどもタイトルにもありました。ビザプリペイドのキャッシュですね。今回ですね、こちらの方もちょっとしたお知らせが来ておりました。 それがこちらなんですけども、まあ、そのまま、今回ちょっとメールが来まして、キャッシュから、ちょっとこのまま読みたいと思うんですけども、いつもキャッシュをご利用いただきありがとうございます。本日はキャッシュカードの発送知恵のお詫びと、それに伴うキャッシュカードライトのポイント還元率変更の延期についてお知らせいたします。キャッシュカードの発送スケジュールということで、キャッシュカードの初回発送は2020年4月上旬を予定しております。2月下旬よりお申し込みいただいたお客様におかれましては大変お待たせしており申し訳ありません。 順次発送いたしますので、もうしばらくお待ちいただきますようお願いいたしますということでございました。まあ、実際にですね、ちょっと僕の今の発送ステータスというのが確認できるんですけども、それがこちらなんですが、じゃんということで、発送ステータス、キャッシュ、カード、シルバーということで、僕今回シルバー申し込みまして、 本人確認が完了して、郵送まで、まあ、チェックマークついてるんですけども、うっすらですね、カードの発送準備中ということで、まあなかなかね、これが進まず、いつかいつかと思いながら思ってたんですけども、今回はやっぱり発送がちょっと遅れるということでございました。まあね、ほんと早くちょっとね、このタッチ決済とかちょっと使ってみたいなっていうワクワク感があったんですけども、まあほんとね、ちょっと、うーんってちょっとなっちゃいましたね <laughs>。まあ結構ね、ほんとこのキャッシュ待ってる方多いのかなと思うんですけども、まあ今回はね、ただただ その発想が遅れるというわけではなくてこんなフォローもありました。 じゃんということで、キャッシュカードライトのポイント還元率変更ということで、まあ、この青のキャッシュに関しましては結構持たれてる方多いと思うんですけども、こちらについてのですね、まあ、ちょっと、そうした良い情報というのがありまして、ちょっとこちらもそのまま読みたいと思うんですが、キャッシュカードライトのポイント還元率を2020年5月の1日ご利用分より、現状の1%から0.5%に変更いたします。この還元率の変更日は、当初、2020年4月1日と ご案内していましたがキャッシュカードの発送が遅れましたことから1ヶ月の延期をいたします引き続きキャッシュをよろしくお願いいたしますということでございましたままああね、まあ、今回の発送が遅れるということで従来使ってたこのキャッシュのポイント還元率の変わる日にちっていうのは5月の1日からということでしたので、まあ、えー、5 4月いっぱいはこれまで通り使えるということでしたので、まあ、ちょっと嬉しいかなという感じですよねままあまあカードがね届かないままで還元率下げたら ね、まあそれはそれでめちゃくちゃ怒るだろうなという <laughs> か感じだとは思うんですけども、なので僕は全然ねこれはこれでちょっと嬉しいなという風に思いました。まあこれはね本当キャッシュに関しましてはちょっと気長に待ちたいなと思います。あそんなこんなで今回は。 ペイペイ、そして au ペイ、キャッシュ、こちらの3つの情報についてお伝えをさせていただきました。まあね、本当にこの <laughs>、いろいろ、ちょっとなんか世の中的に大変な状況ではある中で、まあ本当 au ペイの今回のことであったりとか、あとはキャッシュのね、ちょっと発想遅れるけども、還元率1%もうちょっと続くよと、あとはその paypay ペイペイもね、4月から使う楽しみもあるので、まあそれはそれでね、こういったお得なキャンペーンに関しましては、ちょっとゲーム感覚でまた楽しんでいこうかなと思います。以上ですね、今回お伝えした のののリンクなどを下の概要欄に貼ってりますのでちょっと詳細気になるなという方はぜひチェックしておいてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました はい。ということで、今回こちらのモバイルパスもですね、こちらの、まあ、サービスが今日から開始しましたということなんですけども、僕の視聴者さんパスも、モバイルパスももう使われましたかね僕自身はちょっと普段はモバイルスイカを使ってるので、ちょっとまだモバイルパスも自体は入れてないんですけども、 今日はですね、結構ツイッターで盛り上がってたので、まあ、どんな感じなのかなと思いました。まあ、実際ね、ちょっと僕も使ってみたいというこういったね、キャッシュレスとかを発信してる僕からしたらですね、やっぱこういったの発信あの、使ってみたいという欲があるので、まあ、今、iPhone がメイン端末なんですけども、もう一つね、サブ端末で Android 持ってるので、ちょっと時間ある時にモバイルパスもちょっと、あの、使ってみようかなと思います。まあ、普通にね、生活するでは僕は普段はもうモバイル Suica を使ってるので、まあ、そんなに面で使うかどうかっていうと、ほとんどまあ、ないかなと思うんですけども、 ちょっと時間あるときにもちょっとやってみようかなと思います。なのでまあ本当ね、もうぶっちゃけても本当 iPhone 版が出ればいいかなとは思うんですけども、まあ、iPhone に関してはもうモバイル成果でももういいかなと思うのでまあそれも含めてね、まあ、ちょっと時間があるときにもしレビューする気があれば僕ちょっとまた動画にしようかなと思います。一応ですね、モバイルパスモの公式のリンクも貼ってますのでそちらもぜひ気になる方はチェックしてみてください。ということでありがとうございました。